こんにちは、ケイドアです。今日は次の重心価格予想をやっていこうと思います。では直近の振り返りから見ていきましょう。11月は綺麗に全属性来ましたね。千代ちゃん、張飛、西郷隆盛、武蔵坊弁慶、そしてラプンツェルという順番で来たんですけども、順番的に現状一番古いのは光属性なんですよね。なので今回光を予想しようと思ったんですが、とある理由からなんなら今年もう光属性の重心化解は来ないんじゃないかなっていうふうに思いました。なぜかというとキャラを見ていくんですけども、まず一番古いキャラを言うと限定キャラのカムイなんですよね。でその次に古いキャラ、工場キャラを言いますと、なんと清少納言なんですよ。でこの清少納言に関しては2019年の4月に初登場したんですけども、このガチャシリーズから進化神化の概念がなくなりまして、いきなり重進化前と重進化後で登場したんですよね。簡単に言うとモンストが新しいステージに踏み込んだんですけども、まだこのキャラたちの重進化回は全属性含めて来ていないんですよね。このキャラたちを飛ばして既存の進化神化重進化があったキャラたちを重進化回するっていうパターンもなかったから、これらの理由から今年はもう光属性の重進化回は来ないんじゃないかなっていうふうに考えています。そうなると次に古い属性は火属性なんで、今週は火属性で予想しようと思います。では古い順から見ていきましょう。言うてここも結構ね重心化が来ているんですけども、まずは限定キャラのミカエル、そして次に結構飛びましてガリレオ、ナスカ、ワルプルギスですね。限定キャラは来ないと思ってるんで、僕の中ではガリレオかナスカの2択だったんですけども、ナスカの性能を見るとこちら信号術のカルニベと結構被ってるんですよね。ワープ減速っていうところ被ってる、プラス天魔がまだ実装されていない状態で、さあやっと天魔8の反射枠増えたぞっていうところなのに、そこにわざわざナスカを重心化解してカルニベを潰すようなことはしないと思うんで、ナスカは今回ないと思いました。となるとこちらですね、ガリレオで予想しようと思います。情報修正は1回来ているんですけども、現状やっぱり超アビも持ってないんで使う頻度はほぼほぼありません。でこのキャラの特徴なんですけども、進化が砲撃型、神化がスピード型、そして重進化が砲撃型なんですけども、性能としては結構神化のスピード型寄りなんですよね。なので今回重進化回して新たに超スピード型になるんじゃないかなっていうふうに考えています。では性能予想していきましょう。反射の超スピード型、アビリティが超 AGB アンチ転送壁リジェネーム壁性スタン短縮、ゲージはありません。コネクトスキルで超マインスイーパーいると連撃キラー M、SS は自強化プラスチェインメテオですね。16プラス8ターン。友情コンボが超絶分裂貫通衝撃屋さんと全敵超強メテオとなっています。既存のアビリティを強くしまして、新たにアンチ転送壁もつけました。そして超スピード型を活かせる連撃キラー M ですよね。これをつけたんで、結構汎用性は上がるんじゃないかなっていうふうに思います。SS に関しても壁 SS ターン短縮を持ってるんで、早く打てるし、まあ最近だったら自強化プラス壁すり抜けのチェインメテオになる可能性ありますよね。これ系の SS は自強化倍率がしっかり高いんで、そこにも期待ができます。友情コンボに関してはもともとレーザーばっかりだったんで、まあスクランブルレーザー EL とかも考えてみたんですが、ナスカがスクランブルレーザーの印象強いんで、多分ねガリレオに関してはレーザーを捨てるんじゃないかなっていうふうに思いました。そうか、新友情でトライデント反射レーザー EL4 とかっていう可能性もあるんで、そちらに期待しております。全敵調教メトロに関してはなんとなくガリレオっぽいなと思ったんで今回つけましたね。以上、そんな感じで今回の予想はガリレオ一択でございます。よかったらね、皆さんの予想も教えてください。では小ネタ一つ目いきましょう。12月前半のイベントはどうなるんでしょうか。結構巷ではコラボが来るんじゃないかなと言われてるんですけども、今回僕はコラボが来る説と来ない説を客観的に見て解説していこうと思います。では先にコラボが来る説、来そうな理由に関して話していこうと思います。まず1つ目、イベントの周期についてなんですけども、こちらは例年だったら11月の後半にコラボがありまして、12月前半に通常イベント、そして12月後半にクリスマスアルファなんですけども、今年は11月の前半にコラボがありまして、11月の後半は通常イベント、そして12月に関しては基本的に後半にクリスマスアルファが来るんで、12月前半は通常イベントかと思いきや、今年のモンスのイベントの流れを振り返ると、通常イベントが2連続で来たのは5月後半から6月前半だけだったんですよね。しかもこの5月後半から6月前半にかけて何があったかというと、
間に超重心祭のスパイファミリーコラボを挟んでるんですよね。通常イベント中にスパイファミリーコラボが来まして、新しいイベントが始まったんで、実質2連続ではなかったんですよ。今年はこういったイベントの流れだったんで、2連続通常のイベントがちゃんと来たことがないっていう点から見ると、ちょっとコラボが怪しくなってきますよね。2つ目の理由なんですけども、12月2日からスタミナバッグのイベントが実施されます。これは知ってる方もいると思うんですけども、今年は銀魂コラボ復刻の時以外、全てのコラボの開催日にこのスタミナバッグを実施しています。呪術廻戦ゼロコラボ、ワートリコラボ第2弾、鬼滅コラボ第2弾、そしてコナンコラボだったり、スパイファミリーコラボの時も来ています。あとはジョジョ、ワンピース、タイバニ、マドマギ、そしてチェーンソーマンで来ているんで、このスタミナバッグが12月2日から来ることはなかなか怪しいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ逆にコラボが来なかった4月に関しても、このスタミナバッグに関しては実施しているんで、一応毎月行っているイベントです。なので全く関係ない可能性もあるんですけども、12月2日から始まるんで、これはちょっと怪しく感じましたね。コラボが来なかった4月に関しては、4月4日という中途半端な日から実施しているんで、わざわざ12月2日から来るっていう点を見ると、コラボが若干怪しくなってきましたね。ではこれからコラボが来ない説、来なさそうな理由を話していこうと思います。まず一つ目ですね、新限定バビロン追加の件について。先週の僕の予想では、もしかすると11月末の鳥獣神祭と絡めたコラボが来るんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけども、それは来ませんでした。しかもこのイレギュラーなタイミングでミッドナイトパーティーに新限定バビロンを追加したんで、そこでねしっかり売り上げを取ってると思うんですよ。言い方を変えると、通常イベント以外で売り上げが取れるガチャを挟んだんで、次に通常イベントが来るっていう可能性も全然上がったんじゃないかなと思います。もしここでミッドナイトパーティーバビロンの追加がなかったら、結構ねコラボは怪しいと思ってたんですけども、間に一応ね売り上げを取れるガチャを挟んでるんで、12月前半は通常通りのイベントが来るんじゃないかなと思いました。そして2つ目の理由ですね、ノマクエ2倍期間の開始と被る件について話していきます。こちら見てもらったら分かる通り、12月2日からノマクエ2倍キャンペーンが始まります。このノマクエ2倍に関しては、基本的にコラボ開始日と同時に始まったことは過去にないか、あっても多分ごくわずかレベルなんですよね。基本的にこれ被せない気がするんで、この点からコラボの可能性は少し下がったんじゃないかなと思います。そして最後3つ目、振り返りガチャのボリュームについて話していこうと思います。最近は毎年恒例の年末の振り返りガチャなんですけども、こちら1月から6月だったり、7月から12月っていう風に上半期と下半期で分かれてるんですよね。それがもし12月前半にコラボが来るとなると、下半期のラインナップがめちゃくちゃ少ないんですよね。しかもこちら例年通りだったら、下半期を引いてもクリスマスアルファのキャラたちは対象外なんで、僕が計算してみたところ、新イベのキャラが15体、アルファが0体、限定は現状で5体だけです。逆に上半期に関しては新イベが18体で、アルファに関してはニューイヤーと学園とブライダルが来たんで合計9体ですね。そして限定に関してもネオだったり聖徳太子、ルナ、ピリカ、宝星天、龍宝とかも入ってくるんで合計9体いました。結構現状だけでも上半期のボリュームが少なすぎるんで、もしかするともう今年は振り返りガチャがない、もしくは振り返りガチャはあるとするとまとめるんじゃないかなっていうふうに思いました。上半期下半期分けずに、10連1回目は1体確定、10連2回目は2体確定っていうふうに新しいガチャを設ける可能性もあります。じゃないと結構ね下半期のボリューム少なすぎるんですよ。アルファ0体ですからね。もし12月前半にコラボが来なかったとしても、新イベキャラが18体に変わって劇中の新限定だったり、クリスマスに新限定が出れば限定キャラは7体に変わるんですけども、いずれにしても下半期のボリュームはかなり低いです。以上こういった理由からコラボが来る説と来ない説があるんですけども、正直予想がめちゃくちゃ難しいですね。うん、まあ来そうな気もするけども、なんか現実的に来なさそうな気もするんで、まあスケジュールとかを見ても別に特別コラボっぽいスケジュールも知りなかったし、バビロンでオーブ回収もあったんで通常通りかなとは思うんですけども、やっぱり11月前半にコラボしたのは何か理由があるんじゃないかなとも考えられるんで、予想が本当に困難です。ライブでもアンケート取ってみたんですけども、来ると思う方と来ないと思う方は
もうほぼほぼ 50% ずつ分かりましたね。うん、なのでそれぐらいやっぱ難しい時期なんで、とりあえず次のモンストニュース楽しみに待ちましょう。では小ネタ2つ目いきましょう。11月30水曜日はめちゃくちゃ神殿日和です。モンストの日、濃紺2倍、乱入 100%、 ワクリン2倍かける複数ドロップがあるんで、いろんなキャラをまとめて厳選するチャンスが到来しました。他にも神殿のスタミナ2分の1だったり、地方のスポット確率アップもありますね。そして11月30のチャンスバトルに関しては、朝の7時から8時とお昼の12時から13時、そして夕方の18時から19時となっています。ぜひね、こちらのキャンペーンを利用してキャラを厳選してあげましょう。以上、今週のこれで終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。